どうも、みぞんこクラブの溝口です。本日の動画も着弾です。はい、それで発泡スチロールに入って空気穴が4つ開いてます。はい、中身は一体何でしょう、昨日の動画でね、ものすごい、ね、生態が着弾したんだけど、今日は一体どんな生態が入ってるか皆さん早く見たいですよね、それじゃあまず最初に、この送り主はこの人です。はい、みぞんこクラブナンバー40、ひろパパさんですね。はい、ひろパパさんがね、実はね、これね、こういう風にいろいろ貼ってあるんだけど、郵送じゃないんですよ。持ってきてくれた。わざわざ、うちのマンションまで。で、渡して、なんかね、こうやって細工したんだけど、結局ね、俺と話してるうちにね、中身をゲロってしまいました。なので、全然ね、ドッキリになってません。ドッキリになってません。はい。ね、裏工作したんだけど、裏工作失敗です。それでは、オープン。あれ？オープン。はい、これです。はい、新聞。中身は、もう上がってんだよ、これ。これ。ね、全然ね、空気穴いらないやつ。ね。もう昨日の時点で最初はね、穴開いてるから生態ですみたいなね、散々言ってたんだけど、最後はゲロったね、ビールですとか。はい、キリンの一番搾り、糖質ゼロ。糖質ゼロはね、ヒロパパが飲むべきだと思うんだけど、ヒロパパ酒飲まないからね。はい、糖質ゼロと、これはなんだ、夜な夜なエール、クラフトビール。わ、これ知らない。これも、これは知らないな。夜な夜なエール。クラフトビール。夜な夜なエールでいいんだよな。夜な夜なエール。でもいいんだよ。夜な夜なエールだね。はい。これは、銀河高原ビール。あ、これ知ってる。これね、結構好きなんだよね。これは知ってる。なんかいろいろ入ってるよね、いろんな種類が。あ、これも糖質ゼロ。これも糖質ゼロ。これも、これはなんだ？東京クラフト。これ知らない。なんかこんなのあるんだね。酒の、飲まない人によく知ってんね。なんていうの？ほんと英語苦手だよね。ここに書いてある。日本語で。書いてない。読めません。ブランド。ラガー。わかんない。うかつに変なこと言うとね、突っ込まれるから言わない。はい、ハイネケン。あ、これは知ってるね。ハイネケン。ギネス。ドラフト。はい、これも一番搾り。はい、ちょっとね、出して並べてみます。はい、ちょっと並べてみました。まずこっちの6本が一番搾り、糖質ゼロですね。俺の体のことを思ってくれたのかな。おかげさまでね、ビールガンガン飲んでる割にはね、痛風とか糖とか出ていないんで、まあね、飲んでみますよ。飲んだことないから、これ。それで、こっちの6本が、なんだっけ、夜な夜なエール。これがハイネケン。はい、東京クラフト。で、これが銀河高原ビール。ギネス。で、これが、なんだか読めないビールですね。ビールだよね。はい。全部で12本。
俺の誕生日が12月12日だから12本なのかな、うん、まあ1出すってことね。はい、ヒーローパパさん曲がってる、ありがとうございます。それで、皆さんご存知の通り、近々ね誕生日なんですよ。なのでいろいろ、まあお歳暮の時期も重なってしばらくまだ着弾が続くと思うんで、牛赤のくせにと言わないで、うん、ご視聴よろしくお願いします。でこれだけだとなんなんで、ここにちょこっと見えるでしょ、これ、ね、これをちょっと説明したいと思います。はい、入れ替えました。ですね、これが何かと申しますと、これですね、ゆめちゃんとの虹色バトルの幼虫です。で、5頭いたんだけど、1頭は先日動画に上げた通り 39. いくつだったかな、9だったかな、のメスが、早期で羽化しました。完品です。うん、それの他に4頭残ってんだけど、こういう状態。1頭はね、これ見て、食根ゼロね、オスだと思ったらね、メスだったんだよね。それでもうしょうがないから1300に入れちゃったんだけど、うん、食根ゼロ。1本はここにいる、うん、若干というか暴れ気味でね、これはオスね、うん。でもう1本、これメスなんだけど、今どこにいるんだろう、もうこんな状態、暴れまくってるよね。この間上にいたから逆さにしといたんだけど、そしたらどっか潜ってった。うん、でもう1本、これもここにいます。オス、こっち見てるね。うん、これもね、こんな状態、もうね暴れだよね、完璧。うん、で逆さにしたらね、ここに上がってきた。ということで、来年の年明けに、ゆめちゃんと話して、ボトル交換の動画上げようって話だったんだけど、こういう状態じゃね、ちょっと来年まで持ちそうにもないんで、ちょっとね、そのあたり、ゆめちゃんと相談してどうするかっていうのを決めたいと思います。今月中に上げるかもしれない。うん。ね、これじゃね、絶対痩せちゃうから。負けたくないしね。で、向こうのね、幼虫はね、なんかね、結構もうさなぎになってるっていうから、このまま体重落とさないで、ね、いてくれれば、ね、俺の勝ちじゃねえかなとは思ってます。はい。ということで、どれにしようかな。これかな？これ。これ結構大きいでしょ？はい。こんな感じです。で、この虹色に関しては、ゆめちゃんが、添加剤入りのマット。で、俺は、大平竹の添加剤入り。うん、2人ともね、なぜかね、変わら使ってないんですよ。だからお互いに結果が出るのが楽しみだね、みたいな話してるんで、そのあたりも踏まえて、踏まえて、ね、変わら使わなくてもどれぐらいになるのか、皆さん、お楽しみに。待っててください。その前にもう一回ボトル交換します。はい。ということで本日の動画は着弾と虹色バトルの幼虫の状態です。はい。改めてヒロパパさん、ありがとうございます。バイバイ。またね。